滑走開始しました。リヘルザーロテイ。ギアーズはカニゲタップ。今回の動画は人間飛行をやってみたです。それでは最初に、我が国が周辺海域において24時間体制で実施している警戒監視活動について紹介します。警戒監視は、海域に到着するとレーダー等でその海域を航行している船舶の所在を確認した後、高度を下げて一隻ずつ地道に目視で確認していきます。このような監視任務飛行を行うときは、操縦席の後ろに座っている戦術航空士が作戦を立案して、パイロットに対して様々な指示を出します。船舶の右舷に対して平行になるようにコース取りをしていきます。なお距離については安全距離を保ちながら情報収集を実施します。ここで武器員は写真撮影を実施し、異常の有無を確認します。次に潜水艦捜索について展示をしていきたいと思います。 B3C は捜索して海域に到着後、ソノベイを接します。ソノベイとは、潜水艦などの水中の音を探知するマイクのようなものです。ソノベイの敷設が完了すると、海域をあらゆるセンサーを使用して捜索します。コンタクトしたようです。パイロットは現場に急行します。モンターザン、このようにソノベイに探知があった場合は、ソノベイの探知方位に対してすぐさま急行します。今回の任務飛行はここで終了です。次回はいよいよ B3C で着陸してみたです。乞うご期待。